中川先生の優しいビジネス研究検証、年6万円の給付で東京都の出生数はどれくらいアップするのか。先日東京都の小池百合子都知事は2024年1月から年間6万円、月換算5000円ですね、これを一括支給をしていくと、0歳から18歳までの全ての子供を一人につきまして年間6万給付すると、しかも所得制限もなしということで、子供を育てている世帯から大喝采を浴びたわけなんですけれども、これに対して批判的な論調もあります。たったの6万円ぽっちで子供を産むことを意思決定する人なんて増えるのかねと、そういう金額じゃないよねというご意見。また子供を産まなくなった要因というのは経済的な問題以外の部分が大きいので、経済的な支援をしたところで子供を産む人数なんて増えやしないんじゃないのかというご意見、こうしたご意見が出ているわけなんです。また小池百合子さんが評価されにしても、全く動かない岸田政権よりは動きが早いよねというような相対評価で、政権をある意味批判するような意味で小池さん立派だなぁなんていう言い方をされたりもするわけなんですよ。だからこそちょっと検証しておきたいと思うんです。この年6万円の支給というのは果たして出生数に効果を持ち得るのかというよりもですね、皆さんには実はこれを知っていただきたいんです。実は社会学者の方、経済学者の方、過去に何人も、世界的に見れば何百人もの人々が全力でこうした補助金が出生率改善に意味があるのか検証しているわけなんですよ。皆さんにも今日はそれを知っていただきたいというのが実は隠れたメッセージ。そうなんです、こうした出産や育児への補助金が果たしてどれくらいの出生率効果をもたらすのかなんて、だって政策上めちゃくちゃ重要なことじゃないですか。すっごい過去から検証されているんです。日本におきましても、一橋大大山雅子さんの研究で、2004年とちょっとデータは古いんですけども、子育て費用が1万円上がってしまうと、その度に出生率が 0.004 減ってしまうということが分かっております。翻って言うと、1万円ほど子育てにかかってくる費用負担が軽減されると、プラス 0.004 だということになるわけなんですね。また、東工大の田中先生たちの研究、こちら2011年の研究ですけれども、10万円ほどの出産育児補助、これが出たとしますと、全世帯に影響があるわけではなかったけれども、まあ、サンプル全体の平均以下に対して、まあ、なので、おおよそ平均所得以下の層に対して言いますと、プラス 0.017 の出生率効果があるということが検証されています。まあ、実はこの2つの研究成果というのは割と近しい結論が出ているわけなんですけども、まあ、大山さんの方の研究が1万円改善で 0.004 なんですから、仮にこれが10万円だとすると 0.04 ということになりまして、大山さんの方が効果が大きいと見込まれ、田中研究の方がもう少し小さいと見込まれるわけなんですけども、いいですか、何にせよ10万円ぐらいプラスがあったならこれくらい効果があるということは検証されているわけなんです。まあ、果たしてこれが2020年代に同じように寄与するかどうかということはもちろん不透明なんです。やってみなければわからないんですけども、実は世界中の研究を見渡してもきちんとこの補助金をアップさせていくと、その分だけ出生率が改善しているというのはデータで出ているわけなんです。それがこちらの結果、実は日本においてはこうした家庭家計のことに関して経済政策の効果はどれくらいもたらすのか、東京大学山口慎太郎先生というこの道の第一人者ありです。この人本当に尊敬する人なんで、本当に重要人物なんで知っといていただきたいんですけども、この方がウェブ上で私たちが見れるところで重要なレビューをしてくれています。果たしてこうした政策的な支援が出生率改善にどれくらい寄与するのか、家族関連の政策支出の対 GDP 比がこの下の横軸なんですけれども、まあ一番端 1% から 4% までありますけれども、これ見てください。でこれ縦軸が合計特殊出生率の数字なわけなんですが、まあこの黒字の線の通り右肩上がりの関係なんですよ。これがですから 1% ぐらい改善すると合計特殊出生率でおよそ 0.1 から 0.2 の間ぐらい上昇効果がありますねということが見込まれているわけなんです。まあこれは一国の全体の GDP と一国全体での経済政策で見たものなので、これを家計レベルの話にはできはしないんですけど、できはしないんですけども、仮に
にここから推計するなら、まあ、GDP を家計の収入とみなして、家計の収入が 1% 改善すると、そのお宅において子供を持とうかどうかというその意思決定が 0.1 改善するんだとしますと、家計の 1%、だいたい6万円前後じゃありませんか。そういう金額が投資されると、10人に1人ぐらいは子供を持とうと思うのではないのか、このような推計が立ってくるわけなんです。かくして、今において厳密な推計というのはもちろんできません。残念ながらできません。最新のデータを用いて検証したところで時代は刻一刻と変わっているので、あくまでデータが示してくれるのは過去のこと。これは社会科学の学術研究というものが一様に持っている弱点ではあるんですけれども、じゃあこれらの過去のデータを無視しますか？過去のデータを使って考えますかということで言えば、当然私たちはこの過去の知識、知見というものを生かすからこそ人間社会は進歩してこれているわけですから、というわけで厳密な推計はできないけれども、過去の研究をリスペクトするなら年間6万円、日本において世帯所得において 1% 前後の所得アップがあるならば、それは一定の出生率改善効果をもたらしうると考えて良いわけです。そしてもちろん東京都で政策を立案する人はこうしたエビデンスを知っているからやっているわけなんです。根拠がないことに財源として1000億円以上の金を投じたりなんてしないんですよ。一定の効果が見込めるからやるわけなんです。まあ、仮にその効果を大山研究、田中研究に乗っ取りまして、まあ、仮にここで 0.02 ぐらい、低めに見積もってそれぐらいの効果があるかなと見まして、推計をしてみたいと思います。現在、東京都の出産適齢期女性人口はおよそ150万人いらっしゃいます。この150万人の人々が、この政策効果によって子供を持とうとするパーセンテージが 0.02 増えるわけです。ですから、この人たちを母数として、合計特殊出生率上 0.02 の効果があるということは、150万×0.02 というめちゃくちゃシンプルな計算が立つわけで、おおよそ出生数で3万人ほど東京都の新生児が増えるのではないのかという見積もりになるわけです。もちろん1年で3万人ドンと増えるわけではありません。これからじわ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 と聞いてきまして、毎年にベースで換算しますとおそらく1000人、2000人ペースでしょう。それがこれから10年、20年の間でおよそ3万人ぐらいの最終的な効果になりうるはずだと、そのような推計が立つわけなんです。まあ言うてもそこに結構な税金投入されているんでしょうと思われると思うんですけども、税金の金額だって推計が効きます。都内の18歳以下の子供全員がおよそ180万人ぐらいいらっしゃるわけで、その人たち皆さんに6万円を支給していくとなりますと、この直接経費だけで年間1000億円以上、さらにここに諸々の事務手続き経費が乗ってくるので、おそらく1500億円ぐらいになってしまうと思います。じゃあ皆さん地方交付税どれくらいかかっていますかといえば、皆さんの所得に対して割とがっつり毎年数十万持ってかれてると思うんですよ。持ってかれてるなんて言い方良くないですね。それを考えますと軽く取り返せると思いませんか。子供一人がその後成人して働くようになって税収としてもたらしてくれる金額なんてはるかに大きい。そしてもちろんその子育ての期間に様々に家計が支出が都内で行われていくとなれば、税収で考えても軽く回収できる金額なんです。実は子育て関連の政策というのは万事が万事この調子なんだってことを皆さんには知っていただきたいんです。実は子育て支援一個一個そんなことで子供持つと思いますみたいな批判がいろんな方面から来ますけど、はい、効果持っているんです。過去の研究では様々な子育て支援がきちんと出生率上の効果を持っていることが分かっておりまして、それらを国として全力でやってきたからこそ、実は2000年頃を底打ちしまして日本の出生率は改善してきていて、現在では北朝鮮について2番目に出生率が高いのが日本なんです。で、中国よりも韓国よりも日本の出生率ははるかに改善しているわけなんです。それはなぜなのかといえば、育休制度、時短勤務、保育サービスの充実、夫の家事参加、地域での子育て支援、こうしたものがそれぞれに効果を持つということが分かっていて、エビデンスベースで様々に政策が実行されてきたからこそここまで改善したわけなんです。それがコロナによってご覧の通り直近でガクンと落ちてしまっているから、再びここで手こ入れとなっているのが現状なわけなんです。
かくして子育て支援、おそらくは効果が見込まれるものとして東京都は実施するわけです。しかもそれなりにかかった税金も回収できるという見込みのもとに実施されているということを皆さんよくよく知っておいていただきたいと思います。そしてまあ結論といたしましては、言うてもですよ、子供がいることだけが幸せじゃない、子供が多い社会が幸せだというふうに一概には言い切れなかったとしても、人それぞれの幸せがあったとしても、子供を産みたい、育てたいと思ってくださる方がいて、その方の思いに応えるのは社会の責務じゃないですかと。そのように見ますと、今回の東京都のアクション、非常に高く評価されてよろしいのではないかと思います。